2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資しておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。現在ズルトレーダーは FX となっています。で今回はですね、インジケーターの私スペシャリスト社の半間陽先生、私が作ったインジケーターのサンプル版ですね、ESP-JPI もそうなんですけども、サンプル版、使用するときにはですね、ライブ投資は禁止ということでね、これ今デモ版が動いてるんですけども、オール通貨国使いますけれども、このようにシグナルがユーロ AUD とか出ますね。で、セールですね、売るということね、出てくるんですけども、とこれ M1 ということで 1分足というですね、で分析すると、それで全般が 58.194% の勝率で89個、全体ですね、それから後半10以降は 72.841% であったという成績ですね。であったけど、だったんで、高成績なんでシグナルを送りますよって来たわけですね、このセールってね。で、こういうふうにシグナルが出るんだけども、ライブ投資をさせないようにということで、デモ版はですね、ダミーシグナルが出ます。それでね、ダミーシグナル出てから次のシグナルが出るまで分かりません。こう出るんだけど、この後にね、なんかシグナルがもう一個来たってくる、同じ通貨庫で出た時に前のは一個ダミーでしたよって出てきます、ね、ダミーってめちゃめちゃなやつが出てくるんです。で、デモ版は、わざとダミーのね、めちゃめちゃのシグナルを出してきます、これ。その代わり、ランダムで出てくるんで、いつ出てくるかわかりません。ね。それで、ね、投資したと。ね。すると、ダミーが出、デモ版は必ず出てきますから、ランダムで何回かに1回ですね。と、シグナル出てから、また次のシグナルが出たとき、ね。に、前回のシグナルは、あ、こうです。出てきました、これ。これ、ね、英語で書いてるんだけど、ダミーのシグナルでしたよって、言ってますね。前回のは、そうだったということですね。そういう知らせで出てきます。前回のね、出てきます。これ1個だけしか出してないから、通貨国出てないから、わかりづらいですけどね。前回のは通貨国出てきましたよということでね、このように後に出てくるわけですね。前回のね、シグナルね。こういう風に出てきます。だから、めちゃめちゃのが入ってるわけですね。前回のどれかわかんないけど、この通貨かな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 、わかんないんだけど、この通貨のどれか出てきたんです、ダミーがね。ということを伝えて、一個の通貨で取引してら、この通貨でこれ出るからわかりますけどね。これ後で、うまく見やすいようにしますけど、このようにね、ダミー、デモではダミーが発生します。シグナルが出ます。ここに出ますね、ここにもね。このアラートじゃなくても、ここに出ますから、ね。これ出ますから、ね。ね。表示されてますでしょ。ね、だから、これでね、見ればいいですね。ここですね。あ、これ見ればわかるわ。通貨国出てるから。ユーロ JPY ですね。ね、アラート。この前、ユーロ、ね、ユーロ、これがダミーでしたよということを知らせてるわけですね。このようにね。
ここ出てきて、ユーロ JPY だから、ね、ここだよと。ユーロ JPY。アラート。これダミーだよということで、嘘のシグナルですよということが出てる、わかるわけですね。この通報でね。この通、ね、この通過庫出てますから、ね。こっちで見えると通過庫わかんなくてこれだけだからわかんないけど、ね。こっちの方で、ね。エキスパートの方ですね。見るとこの出てきたときに、ユーロ JPY、ね。ここにあるんですね。これ。これがダミーでめちゃめちゃのシグナルでしたよということでお伝えしておりますね。ね。で、ベンバーはここに出てきます。めちゃめちゃランダムがたまに出てきますから。だけども、これ通知するんで、ね。勝敗はわかるわけですね。ね。ダミーでやってね。これはね、逆にしてます。シグナルの。ね。上下を反転させてます。シグナルが出るときに、逆にシグナルを送ってます。ね。だから、その時に勝ったか、負けたか、逆に勝っちゃうこともありますけど、ね。こちらで分析したシグナルじゃないシグナルを、もう、反転で今送ってますね。いろいろやりますけどね、ダミーはね。そうとは限りませんけど、現在のは、ね、このように、アラートでね、ちゃんと、前に送ったのが次シグナルが出てからね、お伝えするね、ようにしてますね。だから、これ見てもわかるな。一個前だから、これ出てからのあれだから、これだ、この通貨だよってすぐわかるわ。ね。まあだけど、そういうことでね、ダミーでありますよ、嘘のシグナル、一個前は嘘のシグナルですよってちゃんと出てるわけですね。ユーロ JPY。だからこれですね。これが嘘のシグナルでしたと。というふうに出るようになってます。だからライブ同士はできないんですね。ダミーが入るんで、嘘のシグナルは出てきますけども、シグナル打ってから次のシグナルが出るまで教えません。ね。デモ版はね。だから、しかし、評価はできます。この時に、ね、ダミーだったかとか出てきますからね。ね。勝率が、落ちるわけです。ね。ダミーめちゃめちゃだから、ね。ということですね。で、この表計のね、勝率は、変わってません。ね。ね。この時に送った時に、ね、全国交代しちゃってるだけだから。反転させて、シグナルが出てきて普通買いだったのを売りにしちゃうのね。ダミーサイクルが来た時。ね。ですから、ね。ふんだんにね、その代わり逆に、通貨国、USD、JPY じゃなくても、オール通貨国で供給しますから、ね。で、今月からなんですよね。そういう改正したのは。っていうのは、日付で有効期限なんか つけられなかったりとかね。いろいろ問題が出てきたものですからね。法案が取れなくなったんで、改良されたんですね。そういうことでね。今月から、デモ版から USD、JPY を全部ね、このダミーが出るようになりました。嘘のシグナルを作ります。ね。そういうことで。うん、まあ、注意していただきたいのは、そういうことですね。どうも、ありがとうございました。